バリハリ楽しんでますか？結構入ってますね。本当に今日っていう一日呼んでもらったしゅんさん、ありがとうございます。ゴリゴリ外は雨が降ってますけども、こんな足元の悪い日にこれだけの人とこうして会えるというのは本当に嬉しいことだと思います。ありがとうございます。うちらですね、実は前回のライブが1年ぐらい前で、かなり前なんですけども、その時まだコピーでですね、今回オリジナル曲を持ってきては初めてのライブになります。で、まあ当然知らない方がほとんどだと思いますので、今日このステージで、私たちが何ぞやっていうのを見せていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。年を重ねるごとにですね、まあこんなコロナなんかもありますけれども、こうしてライブの会場で皆さんと会えるっていうのは本当に難しいこと、本当に奇跡だなと思うようになってきまして、本当にうちらもなかなかやりたいと言いつつできなかったノロマの亀バンドなんですけれども、ここからですね、たくさんライブの本数 を今年はね増やしていって、皆さんにどん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 覚えていってもらえるように、楽しんでいってもらえるようにやっていきたいと思っております。次の曲はですね、人間誰しも落ち込んでしまって、沈んでしまうことがあると思うんですけれども、その中でどうやって立ち上がっていくのかっていうのを歌った曲になります。聴いてください。エクスピア。
What's up?